古国府城は、富山県高岡市伏木古国府にあった、日本の城、如意城とも言う、富山城各カードナンバー30。伏木港を見下ろす、やや高台となっている場所に築かれた平城。西約4キロメートルにあった越中森山城の出城として、伏木港を抑える役割を持っていたと考えられている。城石には、昇工寺が建っており、城域は、 昇降寺の地域全体に及ぶとされているがそれ以上である可能性もある寺の周囲を囲む大きな土塁や空堀は古国不条のものであるとされている2007年には主角の堀の北側に別の堀腰車が発見されているこの辺りには国庁や国分寺国主館などがあったと言われているが河原の原料となる粘土が取れる地であり 長年にわたり採掘され続けてきたこと、また、市街地であるために発掘作業は難航しており、古国不城の上域特定もなかなか難しい。その名の通り、越中国府跡であった。国府の全容は明らかになってはいないが、掘ったて柱建物や柵、溝、楼といった遺構が見つかっている。跡地に昇工寺が立つ。土塁に古国不城の面影をかすかに感じることができる。 住みやぐらそのままといった趣きの太鼓堂など、上格仮覧としての色合いも残っている。境内に古国不条の案内板が建てられている。ありがとうございます。